はい、神チューブの神の伊藤です。今回はですね、エヴァンゲリオンアソート06を回しに行きたいと思うんですけども、ちょっとね、先にちょっと寄り道したいなと思って、僕ね、実は今年2023年まだ初詣に行ってないんですよ。なんでね、初詣にちょっとね、今来ましたね。見てください、ここどうですか、この由緒正しい神社ですよ。ここね、愛知県一宮市の増田神社っていう神社なんですけど、ちょっと軽く説明させてもらいましょうかね。まあ、アソート回しに行く前に、まあ、増田神社はね、愛知県では熱田神宮の次に格式がある神社という風になっておりますね。なので、一宮っていうのも、一番初めのお宮さんがある、増田神社があるから、一宮っていう名前になってるという風に言われておりますね。伊藤さん。はいはい。何をお願いするんですか？あ、僕がですか？どうせあれですよね、彼女ができたらいいなとかって、そういうふうと思ってますよね。思ってます。ですよね。それはないですね。やっぱりね、僕は今日初詣でやっぱりお祈りするのは、世界平和とかね、あと皆さん、視聴者さんの健康を願ったりとか、まあそういったものですよ。そんなね、自分の我欲のために、神様は、お願いを聞いてくれません。なので僕はね、そういう我欲を、ね、初詣とかでですね、するのは、ちょっとね、ナンセンスだと思うんでね。本当ここね、すごい由緒正しいところなんですけどね、まあ、夜なんで人さんがいないですけど、行きましょうかね。これ、再生入れるかあるかな。さあ、初めての初詣なんでね、僕もちゃんと、あれしたいですよね。50円入れますね。まあ、もう我欲のためにはしませんから。さあ、これここでいいんですかね。よし。で、彼女ができますように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 。伊藤さん、我欲が出てますよ。初詣の方にもね、無事行ってきましたんで、それではですね、こちらエヴァンゲリオンアソート06回していきたいと思いますね。2台あるんですよ、これ。どっちに行くかっていうところで、もう運命の分かれ道だと僕は思っておりますよ。そしてこっちがめちゃ少ないんです。あと3つしか入ってないんですよ。こっちは結構ね、まだ半分ぐらいは入ってるっていう感じの、まあ、コンディションになってるんですけど、皆さんはどっち取りますか？3つしかない、残り物に服がある、もしくはこっちの半分の中にワンチャン狙っていく。さあ、どっちでしょうか？僕はもう残り物に服があるとか言って、散々やられてきてますよ。僕はこっち。このね、半分ぐらいある方を行きたいと思いますね。そして今回のエヴァンゲリオンアソート06見ていきたいと思うんですけど、A 賞がビッグサイズフィギュア、アスカとシンジ君、そして今回から台座付きになって、まあ今まで3体あったのが今回から2体になりましたよという感じになっております。そして B 賞はラバーマスコット。ここはまあね、同じなんですけど、まあ、綾波レイであったりとかね、ロングヘアバージョン、そしてアスカ、大人バージョンですね。シンジ君、カオル君もありますからね。ちょっとカオル君はもうね、ちょっと欲しいなと思ってるんですよ。そして、この缶バッジ、いつも通り全10種類ありますよ。だらかぶりしないようにしたいと思いますね。これいいですよね。このリサトさんもいいしなーっていうところもあるし、ロングヘアバージョンの綾波もいいですよね。まあ、どれもいいですね。あ、歌唱もあるじゃないですか。なんで今回僕は A 賞狙っていきたいと思います。当たり前ですよね。A 賞狙うかって何狙うって話になっちゃいますからね。さあ行きましょうか。じゃあもうこっち行きます。さあ、運命の1回目ですよ。そしてアソートとはね、もう皆さんもう1からもう5までね、もうずっと僕やってます。なんで皆さん知ってると思いますけども、アソートでいい思いしたことないんですよ。なんで今日はいい思いして帰りたいと思いますね。さあ行きましょう。さあ、行くぞ。あれ、回らんぞこれ。伊藤さん、はいはい、1回400円です。あ、そっか、これ400円ですね。あ、そうだ、400円になったんですよ皆さん。これ間違えダメですからね。400円ですよ。一撃400円ですからね。いきます。もう一撃消えますね。どっちかしたらやめますんで。さあ1回目行きましょう。もうアソート職人からいらしたら重みでわかる。これは明らかにフィギュアではありません。なんですけども、来い。
いてててて手が痛い。よいしょ。お、カオルくん。いいじゃないですか、いいじゃないですか。これ見てください。めちゃめちゃピカピカしてるんですよ、これ。綺麗ですよね。なんか400円になって、さらにピカピカとか増したような気がしますね、これ。出ました、出ましたよ。さあ行きましょう。さあ400円で、次の400円でもう800円ですからね、皆さんね。1000円で2回しか回せないってことになっちゃってるんで、大変なことですよ、これ。さあ、もう出したいですよね、2回目ぐらいで。出したらかっこいいですよね。行こう。さあ、2回目。よいしょ。軽っ。はい、行けますね。はい。さあ、2回目ですよ。せーの。よいしょ。お、缶バッジ、アスカじゃないですか。これ、めちゃくちゃ良くないですか、大人バージョンのアスカ。可愛いですね、これ。しかも、ピカピカすごくないですか、これ。絶対これ、ピカピカと増してますよ。じゃあね、3回目行きたいと思いますね。もうぼちぼち行きましょう。もうこれで1200円ですから。今までだったら、この3回でもほら1000円超えてなかったですからね。もうこれ1200円ですから。行きます。せーの、よいしょ。さあ、行きましょうか。アソート職人サーチで行っていいですか、まず。絶対来た、絶対来た。これマジ来ましたよ。ほら、わかります？行きますよ。さあ、あとはね、シンジ君なのか、アスカなのかぐらいだと思います。それぐらいだと、もう、それぐらいもう、アソート職人的には、感覚マックスきてますよ。いきます。せーの、よいしょ。いった。ほら。ほら。ほら。いきます。せーの、よいしょ。いった。ほら。やりましたね、しんじ君。3回でやっちゃいましたよ。ちょっとね、3回でやめるのもちょっとあれなんで、もう一回やっていいですか。そしたらワンチャンこれね、初詣効果であるかもしれないんで、もう一回行きたいと思います。このラバーのカオル君もちょっとね、欲しいなと思ってるんでね、行きましょう。いやー、やりましたね。さあ、もうウィニングロードですよ、ウィニングロード。よいしょ。待って、いきますよ。いいですか。せーの、せーの、せーの、せーの。あれ、あれ、え、ちょっと待って、いきますよ。いいですか。せーの。そんなことあります？これ確かワン袋っていうか、一袋にアスカが2個、シンジ君2個なんですよ。これですよ。もう一回やっていいですか？固まってるパターンじゃないですか？もう一回やっていいですか？固まってるパターンじゃないですか？ちょっと、もう一回だけ言っていいですか？もう一回だけいいですか？ひょっとしたらワンチャン、ガチでこう固まってる可能性大ですからね、これ。行きましょうか。ちょっと、あれですか、調子乗ってます？大丈夫ですか。さあ、これで、1、2、3、4、5回目。さあ、行きます。アスカ、来い。行きますね。行きますね。せーの、よいしょ。お、ミサトさん。しかも、ビレのプラスーツバージョン。まあこんな感じですよね。なんで今回はですね、5回という継承で済みましたよ。そして5回でシンジ君2体。これ勝ちですか負けですか、どっちか分かんないですけど、まあ微妙な感じですよね。まあこれでね、シンジ君アスカって並んでくれてたら、もうこれは勝ちだなと思ったんですけどね。いやでもね、カオル君のラバーも欲しかったし、綾波のロングヘアバージョン、こちらも欲しかったなと思いましたね。まあなんですけども、今回のね、このエヴァンゲリオンアソート06に関しては、もう5回でやめることができましたし、まあ、やっぱ400円っていうところでね、結構皆さんも慎重に回される方もたくさんいらっしゃると思います。もうね、それはもちろんだと思いますけどね、まあ、ガチャガチャ回して、このシンジ君とアスカ、皆さんもゲットしてほしいと思いますね。はい。まあ、そんな感じで、今回の動画終わらせていただきます。神チームの神の伊藤でした。よろしければ、グッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。こういうことですよ。これ。